デレデン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 、デレデン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 、デレデン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 。メルカリでまだ売ってなかったわ。あの時計。俺が喋ってる時にいつも邪魔してくるんだよね。もう何回邪魔されたんだろう。はい、ということで気を取り直していきましょう。東京都で今髪切りのたウィードさんお願いします。で、今日ですね、僕久々にジム行きました。久々にゴールドジム行ったんですけど、まあ楽しかったですね。いやー本当に楽しかったっていう報告です。え、あれなんだこれ、え、こんなとこ俺ぶつけたっけ、あれ、うん、こっちもなんだろう、これなんだろう、こんなとこにあざができてる、虫にでも刺されたかな、あれ、え、え、まあいいや、なんだろうこれ。はい、ということで今日の飯はこちら。さあ問題です。今日のご飯は何でしょう。チクタクチクタク、さあわかるかな。はい、ブブー、時間切れ。正解はこちら、じゃん。はい、さっきローゼンで、相鉄ローゼンってスーパーで買ってきました。こちらですね、あれ、冷やし中華買ったつもりなのに冷やし中華じゃない、冷やしラーメン、冷やし中華だよねこれ、どう見てもね。冷やしラーメン、冷やし中華じゃないこれ、言い方の問題これは。冷やしラーメン、冷やし中華です。で、追いキムチ、復活の追いキムチです。この冷やし中華の上にかける、ハム、あと錦糸卵です。あとこれキュウリないんで、シソの葉代わりにかけます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ早速、調理開始といきましょう。あ、やべ、危ない、燃えるとこだった。はい、はい、じゃあこれを入れてあげて、はい、で3袋全部入れちゃいます。で3袋、はい、はい、では出来上がった麺を盛り付けていきます。はい、盛り付けたら今度はこれなんて読むのかな、これ錦糸卵かな、錦糸卵を、全部です。どうせこの飯動画撮り終わったらこんなの食わねえんだから。はい、全部乗せていきます。はい、で、刻みハムですね、刻みハムも全部乗せていきます。どうせ食わないんで、飯動画のためだけに買ったようなもんなんでこれ。で、まあこんな感じと、あとこれですね、シソの葉ですね。僕シソの葉大好きなんですよ。刺身食べるときはいつも乗せてます。一緒に巻いて食べます。まあこれをね、まあどんぐらいっていうか、まあ全部だね。最後にですね、すごく体に悪そうなんですけど、この液体スープをかけていきますよと。全部かけちゃっていいのかな、これ。いいんだよねきっとね。ほら、すごいいい香り、ごま油の香りがすごいですね。多分冷やし中華なんて食うの何年ぶりだろう、本当に。10年ぐらい食ってないんじゃないかな。なんかすんげー久々に食います。10年はねえな、10年は持ったわ。どっかでいけな、いけねー、後で吸わなきゃ。ちょっとごまを、はい、完成です。冷やし中華でございます。はい、じゃあこれをちょっと吸わなきゃ。はい、本当はですね、今日僕飯動画撮るのをやめようと思ったんですよ。本当は撮る予定だったんだけど、なんかね、まあトレーニングが帰ってきたらなんかフラフラするんですよね。っていうのもね、まあ、固形物の食事をね1回しか撮ってないんですよ。だからなんかもうお腹減っちゃって、めんどくさくなっちゃって、でブログ書いて、まああと T シャツ畳んで今日寝ようかなと思ったんですけど、やっぱりね、僕は自分のねチャンネルの中で飯動画が一番好きなんですよね。なんか一番再生回数が低いんだけど、僕はね飯動画すごく大好きなんで、やっぱね、まあ自分で楽しんで撮れるのがね一番なので、やっぱね、まあぜひ皆さん見てください。本当に僕は好きです。はい、じゃあ食べていきましょう。ということで冷やし中華食べていくんですけど、ちょっとこれじゃね、晩飯の量としてはスーパー少ないんで、既存の酢豚登場させました。飯動画なのにいきなり出てくるっていうね。あと卵、これも少ないんだよな、タンパク質。まあいいや、はい、まあ何よりかいいっしょってな感じで、こんな飯食ってきます。よいしょ、はい。
ということで、やっと虫が食えます。はい。できます。じゃあまず、冷やし中華から食っていきましょう。いやー、久々だな、冷やし中華。麺がすっかり固まっちゃって、卵はこぼれるし、どうしたらいいのかな。どうしよう。麺が固まって、あれですね、すくうことができないですね。はい、じゃあいただきます。じゃあまずシソの葉から食べていきましょう。おー、この香りがいいっすね。うまい。はあ、なんと表現したらいいのでしょうか。夏の味がしますね。夏の暑い時にまた食いたいですね、これ。この冷やし中華の麺って意外と脂質少なくて、1人前で 2g ぐらい。だからこんだけ食べても 6g と、すんごい脂質低いんですよね。だから麺類の中ではリーンな方じゃないかな。ラーメンと比べるともう全然リーンですね。ジャンキーじゃない。うん。見にくいと思うけど、殻の酢豚食っていきます。あ、うめ。今日一食しか食ってないんで、多少ジャンキーでも気にしません。うまい。ご飯も美味しいなぁ。お兄ちゃん。あ、はぁ、この声は。やっほー、知念だよ。あ、知念くん。やっほー、お兄ちゃん。いやー、今ね、冷やし中華食べてんだけど、美味しいね。冷やし中華、美味しそうだね。はっ、お兄ちゃん、その首のあざ、一体どうしたの？え、首のあざ、これを、いや、これ、いや、これは蚊に刺されたんじゃない？どっかぶつけたとかさ、俺こんなの全然記憶ないよ。てかお前も首につけすぎだろ。うるさいよ、兄ちゃん。その首の技一体何、どうしたの？まさか、不倫？おいおいおい、何言ってんだよ、ちげえって。お兄ちゃんまさかそれ、消すマークじゃない？だからちげえっつってんだろ。もういや、いいよ、向こう行けよ、もうイライラすんな。ひどいよ、お兄ちゃん。いいからもう向こう行けよ、イライラするから、もう。イライラするな。イライラ、そのイライラ、ライ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 キャリキャリケーキゴーゴーガシーン。はぁ、やっぱり外は気持ちいいね、知念くん。うん、外ってやっぱり気持ちいいね。いやー、こうやってね、実際二人でさ、外歩くの初めてだね。気分いいな、君と二人で一緒に歩いてると。え、嘘、そんなこと言われると恥ずかしい。はぁ、気持ちがいいぜ。かれこれ30分ぐらい歩いたかな。ね、大好きな人と一緒に外で歩いてるとあっという間に時間が過ぎていくね。はぁ、また今度歩こうね。今度はどっか遊びにでも行こうよ。うん、一緒に遊びに行こう。じゃあちょっと走るか。うん、ちょっと走ろうよ。気分がいいね、知念くん。うん、よし、じゃあそろそろ家に帰ろうか。楽しかったよ、知念くん、ありがとう。お、お兄ちゃん、くー、おい、やめろ、知念くん、おい、おい、やめろ。はい、ということで
ごちそうさまでした。最後ね、完食したシーンは飯動画なのに映さないという、もう本当に自由奔放っていうの、なんていうか今言った日本語合ってるかわかんないけど、自由にやっております。僕のね、まあ、YouTube チャンネルの中でね、まあ、現時点ではね、飯動画っていうのはね一番再生されない、まあ楽しみにしてる人が少ないってことなのかな。だけどね、撮ってる側っていうかね、まあ、俺はねやっぱ一番好きなんだよね。飯動画。やっぱ二丁目ホモ劇場とかもそうだし、まあ俺の自由にね、やれるからね。まあ飯動画っていう体では撮ってるけど、本当に僕のやりたい放題でやっております。まあ見られなくてもね、まあ僕が楽しいから、俺がね、ちゃんと続けて撮れなきゃ意味がないからね。やっぱり飯動画っていうのは見られなくても、これから続けていきたいなと思っております。って感じかな。これからもね、まあかなり茶番な飯動画っていうのを撮っていこうと思うんだけど、これからも皆さん飽きずに見てもらえたらなと思います。じゃあね、今日はこれで終わりです。じゃあ、ごちそうさまでした。バイバイ。